ます。今日は8月11日海の日でしたっけ、赤い日です。朝雨降ったみたいでね、濡れてます。とともに湿気がすごいです。今日からもう皆さんお盆休みに入るんでしょうかね。今年のお盆休みは台風になんか翻弄されそうですけれども、危ないことには危ないことせずに命大事にで いきましょう。帰省とかもねかなり制限されてしまうと思いますのでね、皆さんお家で Uber Eats をいっぱい頼んで涼しく過ごされてください。僕はウーバーどのくらい稼げるかな。今日はお散歩帰りに、ローソン寄ろうと思ってまして、ただ思い出したのがウーバーでねローソンのドラモッチがもらえるのがあったんですよ。危ないとこだった。21日までにもらわないと無効になっちゃうとこでした。ドラモッチいただきたいと思います。今日の収穫です。ウーバーでもらったドラモッチ、ベーシックなあんこ&ホイップ、それとコークオンのポイント15個集めて、スタンプ15個集めて、お高めのスコールパインをいただきました。じゃあ疲れたね。10時45分です。今日は祭日ですのでね、ウーバーが繁盛するんではないかという淡い期待を持って出てまいりました。今日は妙殿というか浦安まで行ってみようかなと思ってるんですけれども、いかがなもんでございましょうか。もうみんな出かけちゃってるのかな、ね、その辺は分かりませんけれども、はい、船橋津田沼あたりはね道が混むんで効率悪いもんですから、まあ、安くても数行けるところということで、こっちの妙で浦安方面を行ってみたいと思います。昨日一昨日だっけ、妙殿からいきなり松戸に行っちゃいましてね、えらいことになっちゃいましたけれども、ちょっと今日は行き先を考えていきたいと思います。行ってまいります。暑いね。では、はい、お昼のウーバーこれで終わりにしようと思います。こっち通っていいんだよね、通行禁止ってなってたけど関係者っていうことで入れてもらえたみたいでございます。なんかこの周りは一方通行ということで、こっちから回って入ります。なんかいろいろな遊び道具がありますね。ちょっとある関係の寮に行ってきまして、今アメリカの野球のピッチャー、大御所ピッチャーと、あとは今話題のピッチャー&バッターの育ったところというか、そこの寮に行ってまいりました。いやすごいその周りが渋滞でね時間かかっちゃいました。はい、今日はもういい時間になっちゃったのでこれで帰りたいと思います。こっちから帰ってればいいんだよね。いや混んでた。気をつけて帰ります。みーちゃん来た。寝方ベル。ベロ
甘いもんね。デカでいい。うん、デカでいいか、うん。じゃあパーチーからもうちょっと待とうね。うん。夕方というか4時です。人影がありません。外出てるようなやつはいません。風あるけど暑い、ね、えもうつらい。ゆいちゃんどうしても外出たいっていう感じだったので連れてきましたが、そっちの通りの日陰で温度が、地面の温度が上がってないとこ狙って歩きたいと思います。はい、スタートです。もう昼の時と明るさ変わんないからね、分かんないと思いますが、これからアマゾンのお仕事を行ってまいります。いや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 、ここら中入道雲、思いっきり夏の雲でございます。いつボコボコってなってゲリラ雷雨みたいのが来てもおかしくない感じですね。いやいやいや、台風もどうなんでしょう。ちょっとね心配ですけれどもね、思ったよりも西に行く感じで、15、6日頃にかなり影響が来るようなことを、今の段階ではそういうらしいです、はい、またね関西、あ、そうそう、今回いろいろ台風の前の2019年のやつやってましたけれども、もう完全に忘れてましたね、千葉県に来てたのなんてね。あの市原のゴルフ練習場のね、あれがマスとか倒れて大変なことになったのが、それがあったのが4年前だったんですね。本当忘れちゃってた。自分の身に起きたことじゃないと忘れちゃうもんなんでしょうかね、はい、被害がないことをお祈りして台風に皆さん備えましょう。まだ日にちありますから、と言ってもこれ出る頃には日にちないかな、もう来る頃かもしれませんけれども、はい、常に災害には備えておくようにいたしましょう。昨日よりもこの辺の混み方は緩やかかなと思います。それでは行ってきます。